はい、マーチをよくすると細谷でございます。日時はですね、2022年6月の22日水曜日でございます。はい、今快活クラブにね、いるんですけれども、快活クラブのですね、東京都羽村市のですね快活クラブにいるんですけども、いや、びっくりいたしましたね。昨日ですか、21日、午後10時過ぎですね、埼玉県川越市でですね、インターネットカフェ、快活クラブ川越脇田新町店っていうんでしょうかね、こちらのですね、店員さんからですね、女性店員が客のいる個室に入って戻ってこないと110番があった。男が個室ブース内で同県のアルバイト店員の女性22歳を人質にして立てこもったが、県警捜査一課などは22日未明逮捕監禁容疑で男を現行犯逮捕したというですね、事件があった模様でございます。はい、女性はですね保護され、怪我をしたが命に別状はないというですね事件でございました。はい、いやー、でもびっくりいたしましたね。そんな事件がですね深夜にね、あったみたいです。はい、快活クラブさんですね、川越市、それほどですね、遠くないです。車で青梅市から車で1時間ちょっとでですね行ける距離だと思うんですけれども、いやー、びっくりいたしましたね。詳しくはですね、動画説明欄の方に出しておきます。はい、快活クラブ、川越でですね、立てこもり事件があったというニュースでございます。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると細谷大輝でございました。